つい先両親と住居に共にしているプチ介護生活で疲れ切った、実姉に疲れた時はホロライブさくらめこを検索して着るだけでいいから何かの動画を見てくれと勧めました。いやでもさー、いやーそう大変よな、大変よなって言ってさ、みこもさ実際のところさちゃんと介護したことはないからさ、いやでもさ他人事じゃないんやで、みんなさ今はさあれかもしんないけどさ、こう時間経ったらみこも含めてね、自分のその親お母さんとかそういつかそういう時が来るからさ、必ずね、うん。ニコはどんなおばあちゃんになるかな。ニコどんなおばあちゃんになるかな。ボケ早いかな。どうかな。ねえ。え、なんだっけ。いや本当にさおばあちゃんになった時に、え、わかった。わかんない。一周するよな、一周。ミコ活動してた時に、一周戻っていくのめっちゃもろくない今もじゃん。今も、そう、一周っていうか、そうか、今もってことか。そう、今と変わんない。ほんとに今すげえ衝撃の事実知ってしまったわ。もう自覚したんだが。黙れて怒るおばあちゃんになりたくないな。気をつけよう。マジで。それ気をつけよう。穏やかなおばあちゃんになりたいから、みんな、あ、そうなのって。あ、そうなのねって。何がつって言いたい、言いたい。そういう感じになりたい。可愛い感じに。痛いな。